快闪来台鬼里大战，蚵仔煎、洋芋片加小泡芙。日本人气天团卡顿金快闪来台拍节目来台前募集500粉丝拍摄，高达5万人报名，中午抵达松山机场，吸引上百名粉丝接机。来，大家后面小心哦，后面小心哦。 10月10卡美才来台宣传电影，还特地拍 vlog 大吃台湾美食。大家好，我是Crazy佛爷，谢谢。ちょっと今ですね、休憩してたんですけれど、こちらのスタッフの方がタピオカをついにタピオカゲット。10タピオカぐらい入っています今。お菓子が結構ね、差し入れで。 東京だとあんまり日本に食べないですけど、ちょっと小腹がおいしいと、こちらがシュークリームみたいなの中にチョコが入ってる、はい、みんなの力添えがあったら、またコンサートでも戻ってくれる可能性がありますので。